また大阪先生におかれましては、丁重なるご挨拶ありがとうございました。先ほど大阪先生のお話の中にありました、大都市制度、あるいはその大都市域における、住民自治をどういうふうにして、確認していくかということに関して、私たち大阪維新の会は大阪都構想という、テーマ、タイトルで、提案させていただいておりますけれども、大阪都構想の柱の一つが住民自治をいかに進出させるかということであります。もう一つは、こちらの方だけ注目されているような気がするんですけれども、広域行政の一元化という、大きく言った2つの柱から、なっております。で、僕、かいつまんで申し上げますと、例えば大阪先生、ニセコの町長をされておりまして、ニセコ町というのは人口が5000弱ですよね、2000世帯ぐらい、でそういうところで大阪先生が、